どうですか、あそこで食らってますけど。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。カシアスジムのカリエンテです。今日は、吉本ボクシング部の人が2人来てくれるそうなんで、ちょっとどんな感じになるかわかんないですけど、動画撮っていこうと思います。ちょうど勇気も来た。勇気、うん、今日さ、俺さ、うちのさ、YouTube やってるの。うん、知ってる知ってる。全然全然、カシアスチャンネル。軽い自己紹介をもらっていいですか。はい、はじめまして、吉本クリエイティブエージェンシー芸歴8年目のフラタニティというコンビの勝木です。高校は武装高校で3年間ボクシングをやっておりました。元アマチュアボクシングモスキート級関東チャンピオンです。よろしくお願いします。一回回して上がる。あ、ちょうどいいかな。これは上がっていくのかな。そういうところ。久しぶりの感覚だ。やばい、これはもう一段だ、もう一段だ。次ラストだ。相方の横浜の一風堂でずっとバイトしてる。あ、そうそう。でもずっとやってんの。ずっとやってる。もう芸歴が8年目になるね、これね。ずっと一緒にやってんの。あ、もうきついよ、きついきついよ。もうバイトバイトで、バイトネタ合わせ、ライブの毎日。飛ばしすぎないな。まだ30秒経ってないから。そうそうそう。はい、オッケー、ナイス、いいね、ナイス。うわ、いいね。こんなきつかったっけ。おい、頑張れ頑張れ。これからミッド1ラウンド行くんですけど、トレーナーのゆうきさん、どんなことをしますか。そうですね、上半身じゃなく足を動かさせて、最大の苦痛を味わわせたいと思います。お願いします。バケツで乗りしてもいいか。早くぞ、用意してやっから。行くぞ、よっしゃ。ハケだったら思いっきりハケ。お願いします。はぁ、頑張って。ワンツーフックまで。やった、はい、ワンツー、はい、ワンツー、ワンツー、はい。あ、よいしょ。いやいやいや、マジで。頑張って。はい、ハイト、ハイト、ハイト、変えてしまう。リズムを変えます。はい、ロック、はい。伸ばし方。どうですか、あそこで食らってますけど。最高。深呼吸じゃん。深呼吸、一番は深呼吸。
吐いたらもう全然ダメです。吐いたらもう全然元気。はい、ということでとりあえず練習やってきました。ありがとうございました。ずいぶん久しぶりだったみたいな。10年ぶりに動きで10年ぶり本当に頭の中では当時の感じで動いてるんですけど、体が全然ついていかなくてリバースしちゃいましたね。バッチリ撮らせてもらいました最終的に。いやでもここまでこう限界超えさせてもらえて、追い込まさせてもらえるカシアスジムの方々にも今日感謝です。いやお疲れ様です。気持ちよかったです。なんかあとスパーリング大会も、はい、そうなんですよ、9月にまた出るんで、はい、じゃあまた練習しに来てください。またよろしくお願いします。楽しかったです。お疲れ様です。よろしくお願いします。ありがとうございました。